バロンドール結局メッシになりそう。10月30日にパリで開催される2023年のバロンドール授与式、レースは2022年の勝者カリム・ベンゼマの後を継いでゴールデンボールを手にするために世界最高のサッカー選手たちがこの11ペレツを競い合った。メッシはシーズン後半戦の不調で8度目のバロンドールを逃す可能性もあるが、最終的にはワールドカップ優勝という象徴的な出来事によってメッシは再びゴールデンボールを手に入れることができるだろう。 CL でレアルが優勝したらワンチャンモドリッチってくらいメッシ優勢だったし、ハーランドは無理だと思うよ。ハーランドは CL 準決と決勝と FA 決勝で点取ってない。シティというチームが強すぎてハーランド個人の評価が難しい。デブライネやユンドアンやロドリと票が割れる可能性が高い。シティは人気が低いのでその少ない票が割れるとメッシに勝てない。やっぱメッシなんか。ワールドカップ基準だとメッシ対エムバペというかほぼメッシ。アルゼンチンを文字通り一人で優勝に導いたのでアルゼンチン票はメッシ。ワールドカップ中の大事なところ全てで得点、決勝にゴール、シーズンの成績もかなり良いのでバロンドールでもおかしくない。前例としてロナウドのようにワールドカップ票のみでバロンドールを取った選手は存在する。よってメッシ一択。欧州シーンではもう8年くらいインパクト残してないけども試しなんか。お笑いやね。スナイデルのようなハンデを出してくる者がいるが、クラブでも代表でもチームが強く、スナイデルが目立ったわけではなかった。バロンドールって実質人気投票だよな。そもそもハーランドとメッシでは知名度が段違いである。バロンドールは投票形式のためどうしても人気投票の面がある。メッシは神と崇められサッカー選手史上最高の選手とも言われる選手。片やハーランドは若干23歳、今年からシティに加入したばかりであまりにも知名度の差が大きい。